はい、こんにちは。ジャパンチャンネル、しんしんと申します。このチャンネルはですね、私の愛車 CX-8 の、話題を中心に、車関係の情報を発信させていただいているチャンネルとなっております。本日の動画はですね、三菱のラリーアートアクセサリーが販売開始されましたよということでね、サムネにはね、おお、じゃあ復活かみたいな感じで、書いておりますが、いつもはね、その、マツダの車のことはね、中心に発信させていただいてるんですけど、最後ね、いつも言ってるんですけど、車関係の情報を発信しますということで、その車関係の方の情報になっております。はい、初めてかな、マツダ以外のね、車の情報を発信させていただく、ちょっと緊張してますよ。いつもマツダのことなんでね、大体知ってるんですけど、今日は三菱と。皆さん、三菱と言ったらどんなイメージでしょうか。私はね、ちょっと最近はちょっと三菱さん頑張って、てくださいというようなね、ちょっとなんて言ったらいいんでしょう、寂しい気持ちでずっといたんですよ。ただ今回このラリーアートのアクセサリーを販売するということで、ちょっと調べてみたんですけどね、このね、三菱なかなか、やりますよ、これからやるんじゃないかということで、動画にしてみました。この動画ね、最後まで見ていただけたら、三菱のまた車業界かなということでね、また三菱のね、今後のことについても、ラリーを通して、どう展開していくのかなんてことが分かると思いますので、最後までね、ご視聴いただけると嬉しいです。はい、ということでやっていきましょう。これね、画面は三菱の公式のホームページになっております。三菱のね、このアウトランダーとかかっこいいですよね。まあ、かっこいいんですけども、このラリーアートアクセサリーを販売し始めましたよということでね、こっちを見ていきたいと思います。はい、そしてこのラリーアートね、これ何かというと、アウトランダーとイクリプスクロス、また RVR デリカ D5 の、4車種に、このラリーアートのね、衣装をついたアクセサリーを販売していくという形のものになっております。これはね、まあ、いろいろね、車をお持ちの方もいらっしゃるでしょうし、これからね、すいません。花粉がすごいんですよね、最近、本当に。申し訳ない。薬飲んでるんだけどね。うん、この4車種のね、持ってる方もいるでしょうし、これからね、ご購入を検討されてるという方もいらっしゃると思いますが、おそらく持ってる方、この車種に対応してればね、つけられるんではないのかなと思います。まあ代表してこの、まあ、4車種ありますけど、まあアウトランダーがいいかな。アウトランダー見ていきますか。まあ全部ね、大体同じような感じなんですけども、このパートで、ラリーアートの、ね、衣装をつけていけるという形になっております。まずはですね、3点セットと177,870円で、フロントのスキットガーニッシュとサイドアンダーガーニッシュ、またリアバンパーガーニッシュをつけられますよという、この赤いね、ラリーアートをイメージさせるような、ラインと入ってくるものをつけられますという形になっています。そして、これ定番ですよね、マットフラップ、泥よけですよ、この泥よけ。まあこれ一番一般的になるのではないかと思いますね。これかっこいいですよね。昔のパジェロとか、あとはランエボとかね、これつけてる人結構いました。そして、サイドで、すいません、さっきのね、マットフラップ43,362円となっております。そして、サイドデカール、ね、このドアの下の方っていうんですかね、真ん中からちょっとやや下のところにつく、このラリーアートのロゴが入った、模様違うね、なんていうの、このラリーアートのね、模様が入った、ものすいません、サイドデカール、これがいくらですか、34,848円という形になっています。またテールゲートスポイラー、うん、このね、スポイラーにつくこの赤い衣装のね、ものですね。
ラリアードのロゴバッジも付いてるってことですね。これが 65,340 円と、まあ結構ね、結構しちゃうですね。こういうようなね。まあ、そしてあとフロアマット。これが、5人乗り用が、5人乗り用が、58,212円。7人乗り用が、64,812円となっております。まあこの中のものはね、まあどうかな。自分が、こう見てね楽しいと思える方は買う方もいらっしゃるとは思いますけど、まあ主にはこの外側にアピールですよね、このラリアートのね。まあ私だったらちょっとあんまりね、まあ洋服とかもねそうなんですけど、あんまりド派手なのはあんまり好きじゃないので、そうね、このマットフラップはまあつけるですよね、もしアドランダー持ってるとしたらね、マットフラップはつけるな。そしてサイドデカール、この2つをつけてみたいと思います中途半端かな、もしね持ってたらね、持ってまあ買うとしたらね、中途半端ですかね、まあ、これつけてみてなんか全然いまいちやなと思ったら、まあ他のも足していく形になるかもしれないですけどね、まあこれつけてみたいですよね。まあ、ちなみにこのアウトランダー PHEV の、私色はね、このパターン、これ一番売れてるかもしれないですけど、この白黒のパターンが一番かっこいいと私は思って、黒のねホイールがついたり、黒じゃないのかな、ちょっと黒っぽいホイールがついて、これ非常にかっこいいですよね、アウトランダー。まあ他の車種もまあ大体同じですよね、エクリプスクロスや RVR、若干値段のあれがあるのかな、少しねないかな、ありそうですよね、若干値段の違いありますが、まあ、大体同じような印象になるということです。はい、そしてまあこれね、このラリアートのねアクセサリーを紹介するではな、するだけではね、なんだと思いますよね。なので今日はですね、三菱のモータースポーツ、これ公式のホームページにありますので、もうちょっと過去にね遡る形で紹介してみたいと思います。まあ、三菱のねモータースポーツといえばラリーなんですけど、このラリーがね強かったんですよね。このここにね3つ種類がありまして、ワールドラリーチャンピオンシップというのは WRC、 聞いたことある方もいらっしゃると思いますが、これ有名なね、ラリーの大会ですね。そしてダカールラリー、これパリダカと呼ばれるやつですよね。主にはこの2つ、このエレクトリックビークルモータースポーツというのはこの、まあ、電気自動車のね、大会ですね。まあ、ちょっと今日は、ね、この2つに注目してみたいと思います。ダカールラリーと、WRC ね、これがこのサイトの中から行くとこの歴史が見れるんですよ、このね、うわーかっこいいね、このね、いやーかっこいい、もうねドリフトしまくるよ。ラリー見たことある方いらっしゃると思いますが、見たことないから一回ねちょっと YouTube かなんかで見てほしいんですけど、もうとんでもないよ、もうどうやってそうやって運転するのっていう、このね、普通だったらブレーキを踏むとこでアクセル踏んできますからね、これほんともう車がくるくる回転するしね、ドリフトしまくりでね、めっちゃかっこいいです。はい、でです、この三菱はね、1967年から国際ラリーに、参戦しているという形で、ターマック、舗装路ね、でグラベル、未舗装路、スノーなど、さまざまな路面の状況のね、コースを走っていくという形になっています。1967年からで、もう優勝、ランサーの優勝してますね、1600GSR。ギャランも優勝してますね。コルト、まあ、知らないですよね、今のね、方はね。こういう、まあ、コルトはあるかないか、まあ。ギャランとかランサーとね、ランサーですよ。もうみんなランサー、この WRC はね。あ、ギャランもね、ここで来てますけども。はいはいはい。こうやってね、ランサー、最初はランサーだったんだね。で、だんだんここから、1993年でランサーエボリューションとなったんですね。ここからランエボと呼ばれるようになって、ランエボ2、ランエボ3と、このラリー仕様の車が、まあ、
車としてもね、みんな人気が出るようになって乗るようになってきてます。ランエボといえばね、イニシャル D なんかでも出てましたけども、もうめちゃくちゃ速いわけですよね、四駆でね。この頃ね、86ね、イニシャル D では86ですけども、まあかなわないでしょうね、まあ、普通だったら、まあ、下りでからかなうみたいなね、そういう物語ですけども、まあ、通常は無理ですね。もう馬力の差がもうありすぎてね、もうとんでもない速いですよ、四駆だしね。そしてランエボはずっとこう活躍して優勝したりしなかったりで、活躍してるんですが、この最後2005年、ちょっと詳細見ましょうか。2005年で、そうですね、そしてね、2005年12月に三菱自動車は経営資源の選択と集中をさらに推進する必要があるとし、2006年からの WRC ワークス参戦を休止と、5連勝中である、まあ、ダカールラリーね、ダカールラリーへのワークス参戦に集中すると発表した。ダカールラリーはまだやってるってことですよね。ラリーの最前線で戦い続けるということは、三菱自動車の商品である市販車の開発に必ず役に立つという理念は、四輪制御技術や電動化技術に形を変え、現在も SUV などの市販車に受け継がれているという形なんですよ。この文言はね、このなんていうんですかね、自動車会社全般みんな思ってることなんですよね。本当はレースに、まあ、ラリーでも何でもいいんですけどね、レースに参戦して技術を向上させていくと、技術革新を起こしていくということが市販車につな売り上げにね、つながっていくというね、理念が大体の車の会社にはありますから、ここはまあ団長の思いでね、パリダカに、パリダカというかダカールラリーにね、集中するという形になったんだと思います。残念ですね。もうそしてダカールラリー見てみましょうか。こっちがもうすごいんですよ、もうほとんど優勝ね、まあ最初プロトタイプで、優勝したのかな、市販車のね、市販車改造クラスというのがあるのかな。すいません、ほんとざっとしか私も見たことないというかね、詳しいとこまでは知らないんですけど、もしね詳しいこと知ってらっしゃる方いたらね、教えていただければと思うんですが、まあパリダカパリダカとこの頃言ってましたね。また優勝かと、もういつも優勝して、トップ10にパジェロが5台入るというようなね、もう恐ろしいことですよね。三菱プジョーの最後の戦い、プロトタイプパジェロは大幅に強化、90年、でニュープロトタイプに進化、シトロエン、あるじゃん、シトロエンとかね強いんですよね、あのラリーがね、そして三菱パジェロ1990年2度目の総合優勝、そしてワンツースリーフィニッシュと、まあ、ほとんどパジェロにはかないませんという状態だったと思いますね。93年も連続で優勝し、94年勇気ある撤退、ちょっと見てみますか。ここで終わりか。あ違うね、勇気ある、プロトタイムチームの撤退を決定したということですね。はい、プロトタイプの主演、そして、篠塚さん、これ有名な人ですよね。ここでパリダカで優勝、初めてなんですね。パリダカで優勝し、エボ優勝モデルに進化、変化の見始めたパリダカニューヒロインの誕生、三菱かっこいいよね、これなんかね、めちゃくちゃかっこいいですよ。はい、女性ドライバーでも優勝してるんですね。あ、この増岡宏さん完全優勝、これ後出ますけど、今のね、WRC じゃなくて、あのラリーアートのね、チームの今監督されている方ですね、2年連続で、優勝という形になってます。すごいですよね、もう輝かしい歴史をね見てるんですよ、三菱の。こんなチームありますか。まあありますけど、これすごいじゃないですか。これ今ね
どうして売れてないのか、まあ売れてるんでしょうけども、あのねトヨタやホンダのみたいなね形になってないのがね寂しくて仕方がない。こうみんな憧れた三菱の車なんですけども、まあねここからあのラリアートね、アクセサリーを発売して復活していただきたいと私は思ってます。本当にこれが日本のね自動車産業をやっぱりね底上げして、盛り上げていく力だと思いますので、はい。そして、次はね、あの東京オートサロンを今年開催されたところで、このラリアートのね車出展されてました。で、私ねこのねめっちゃかっこいいなと思ったのが実はこれねあって、このラリービジョンラリアートアートコンセプト、うん、これね。これめっちゃかっこよくないですか。もうちょっと全体像、まあ、黒くてね、これ画像で見えてるか分かんないんですけど、真っ黒よ。本当に真っ黒だけど、これは男心くすぐりまくりでしょ。ね。まあ普段私、マツダに乗ってる身でありながらも、これ私、お金あったら買っちゃうよっていうぐらい、まあこれコンセプトカーだから売ってないんですけど、すごいっすよね。これ作った方がいいですよ、早く、三菱ね。うん。まあ、この中身がね、まあ、外側はこういうね、エクステリアですけども、まあ、中身ね、車の中身はまだ分かりませんが、まあ、ハイパワーのさ、まあ、そうね、電動化しててもいいし、ちょっと昔のランエボを思い出させるようなハイパワーの車作ってほしいなと思っております。これ市販化するのかな、しないのかな。ねえ、そうよそうよ、ラジエーターシャッター付きのフロント、うん、そうね、なるほど。ということで、今回はねこのラリーのねラリーアートのね、見てきましたが、現在は、AXCR というアジアクロスカントリーラリーというところにね参戦予定です。今年はね8月6日からかな開催するということで、これはね、FIA 国際自動車連盟公認のクロスカントリーラリーということで、2019年からちょっとコロナの影響で中止になっていたらしいんですけど、3年ぶりにね、今年開催するらしいので、先ほどのね増岡宏さんが総合監督で、ラリーアートチームというのを組んで参戦するという形になります。ここではねあの三菱のトライトンというね、日本では売ってないやつなんですよね。ピックアップトラックを改造したような、うん、ものをね、使ってラリーに参戦するという形らしいので、今後もねちょっと動向を追っていきたいですね。三菱さんね、私ちょっとひねくれてるのか、もうトヨタさんとかよりこういうね、なんて言ったんですか、うん、ちょっと独自の路線の車の方が好きなんですよね。マツダもそうですけども、マツダもね、まあ、乗り手の、ね、ことを考えた車作りと、マニアックな車作り、ロータリーエンジンとかね、そういうところがなぜかね、好きなんですよね。そこをね、見ていきたいと思います。はい、ということでね、今回の動画は、三菱、すごいぞと、これからすごいんじゃないかということで、ラリーアートのね、何よ。ラリーアートのねアクセサリー販売というところから、今後のね三菱のことについて語ってみました。この動画はね、まあ、参考になったとか、ちょっと楽しめたという方はね高評価またチャンネル登録を押していただけると非常に嬉しいです。はい、ということで、今後も車の情報をどんどん車の情報をどんどん、アップあなんだ車の情報をねどんどん共有させていただきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でまたお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。